マリアです。今回なんですけれども KOSFC の栄養の3分ビデオでは志望理由、学習計画、将来の目標が必須になっているという点に関しまして動画でご説明させていただきます。 KOSFC における3分ビデオでは募集要項に記載がありますように志望理由、学習計画、将来の目標を述べるということはじっくりと見るべき部分でして、例えば3分間ビデオの提出にあたってもこのような指定された要件を満たせていない場合合格の可能性がかなり乏しくなってきてしまいます。さてそれぞれの要素についてどのような形で PR をすれば合格の可能性が高まるかについてはこれから述べていきますが、動画全体としての注意をこちらで述べていきます。まず動画全体として重要なことはとにかく手を抜かないことです。毎日学習会の KOSFC 栄養合格者の提出した動画をご覧いただければわかると思いますが、やはり人生をかけた KO 栄養入試の提出ビデオですから非常にクオリティが高いですが、やはり不合格者含め見てみますと不合格者に関しては合格することではなく提出することが目的となってクオリティが粗悪になりがちなことが見受けられると思います。そのようにならないようにクオリティの水準に関しては合格者にしっかりと水準を合わせることが重要になってきます。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。ご相談、10日間無料体験、10日間無料添削は概要欄から LINE 公式アカウントにご登録いただければ幸いです。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。